累積投票とは複数人の当選者を決める選挙方法である。選挙人は複数の票を投票できるが、連記投票とは異なり、一人の候補に対して複数の票を投票することができる。累積投票においては、各選挙人は複数の票が与えられる。選挙人はこの複数の票を候補者たちに対して任意に分配して投票することができる。すなわち、 累積投票においては一部の票を同一時に重複して投票することができる。特に持っている票のすべてを一人の候補に対して集中して投票することもできる。当選者は相対的な得票数の多い順に決定する。累積投票はジェームズ・ガース・マーシャルによって推進され、1953年にケープ植民地の第二院において採用された。また、 イリノイ州会において1870年から1980年に廃止されるまで用いられた。また19世紀後半のイングランドにおいて教育委員の選出に用いられた。2012年3月現在、50を超えるアメリカが主衆国の自治体が累積投票を用いているが、これらはすべて投票権法の下で起こされた訴訟の結果である。このような自治体の中には、 市議会の半数を選ぶイリノイ州ピオリア、軍議会及び教育委員会を選ぶアラバマ州チルトン軍及び教育委員会及び大学理事会を選ぶテキサス州アマリロなどがある。裁判所は投票権法の下で起こされた訴訟において投票権法違反の是正として累積投票法の使用を命じることがあった。その一例は2009年のニューヨーク州ポートチェスターの 例であり、2010年に最初の累積投票を表議委員会について言った。累積投票の特徴は、選挙人の過半数以下の少数派にも代表を選出する権利を与えるところにある。実際、N 議席を選出する選挙では、全有権者の保有する票が均等な場合、全有権者の1、N プラス1を超える集団は、一人の候補へ票を集中させることによって、 集団外の有権者の行動に関わらず、必ず一人の当選者を出すことができる。したがって、累積投票は少数代表制に分類される。林田亀太郎は短期非常識投票を日本の衆議院選挙に導入するにあたって、イリノイ州の累積投票を参考にした。コーポレートバロット累積投票は株式会社における取締役選任で用いられることがある。 日本の会社法342条は、累積投票による取締役の選任について定めている。それによれば、複数の取締役の選任にあたっては、米韓に別段の定めがある時を除き、株主からの請求があった場合、一株につき、選任する取締役の数と同数の票を持つ、累積投票によって、取締役が選出される。ただし、 日本の企業の多くは定管によって、累積投票を排除している。日本の株式会社の累積投票は、アメリカ法の影響を受けた1950年の商法改正によって導入された。導入当初から1974年に改正されるまでの間は、定管による絶対的排除は認められておらず、発行株式の1、4を所有する。 株主の請求に対してはこれに応じなければならなかった。アメリカ合衆国のいくつかの自治体において、累積投票は使用されている。イリのイ臭会においては、1870年から1980年まで3人選出の選挙区において、1人3票の累積投票によって議員が選出されていた。ありがとうございます。